ティム・セベリン、ティム・セベリンは、アイルランド在住のイギリスの冒険家、作家。これまでに、文学や歴史、伝説に題材を得た数多くの探検を、実現させている。オックスフォード大学で、地理学を学ぶ。学生時代に、最初の大規模な冒険として、マルコ・ポーロの足跡を、オートバイで辿ることを試みている。 1976年から1977年にかけては、西部連団の公開伝説を検証するために、アイルランド西海岸地方の伝統的な川張りの、ボート、カラハでアイルランドから、ニューファンドランド島までの実験公開を行った。1980年から1981年にかけては、アラビアの伝統的な木造ハンセンダウで、 マスカットから杭州までの航海を実行した。さらに1980年代中には古代ギリシアのガレー船を復元して、イアソンとアルゴ船の伝説を検証すべく、ギリシアから国海への航海を行ったり、オデュッセウスの伝説を検証すべく、トロイアから板木島までの航海を行うなど、活発な実験航海を展開した。ガレー船での二度の実験航海を終えた後、 セベリンは陸上での冒険に舞台を移し、ゴドフロワ・ド・ブイオンの足跡を追って、牙でフランスからエルサレムへと向かった。続いてセベリンはモンゴル帝国の騎兵たちの移動経路を、やはり牙で辿るため、モンゴルからゴビ砂漠を越えてカザフスタンに入る冒険を行った。1986年には一連の実験公開などの探検と地理学士への功績に、 対して、王立地理学会から、金メダルを贈られた。1993年には、除服の伝説にそう得て、竹のイカダによる香港、北米大陸間の横断を試みるも、成型145度の海域で、イカダが崩壊し、航海は、失敗に終わる。1990年代中盤には、海諸島の伝統的な航海かも プラフ・カルリスを現地の船大工を雇って建造し、アルフレッド・ラッセル・ウォレスの足跡をたどって、高領諸島をめぐる航海を行う。この航海は、インドネシア政府の対慢により研究ビザの発給が受けられないままの見切り発信となったが、最終的には航海の意義に感動した現地の役人により、ビザなしでの長期滞在は不問となった。 1990年代後半には、メルビルの、白芸に登場するモビーディックのモデルを探して抜く、ヒバ、フィリピン、トンガ、インドネシアなどの海を巡った。2000年代初頭には、ロビンソン・クルーソーが流された島を探して、チリオキやカリブ海を回った。エクスプローラー、ライターフィルムメーカーティム・セブリン・ダイズ・エイジード、80、アルティ・ t p s w w w r t i e n e w s 2 0 2 0 1 2 1 9 1 1 8 5 4 1 5ティム・セブリン・ダイズ2 0 2 0年12月19日閲覧。ティモシー・セブリン。トラッキング。マルコ・ポーロ。ラウト・レッジケガン・ポール・ PLC 1964。メダルズ・アンド・アワーズ。ゴールド・メダル・レシピエンツ。 ロイヤル・ジオグラフィカル・ソサエティ2016年11月30日閲覧ありがとうございます。